アンチリゼム対決。イエーイ。久しぶりにやってきました。まあ、この企画あの全勝です。はい、僕たち負けたことないですから。今回は、まあ、久しぶりにサッカー企画を、はい、はい、久々というのも私あの現役でも復帰しましたし、確かに今だいぶ体がグルジャで復帰して、はい、僕映像見てたんですけど、那須さんいつ必殺技出すんだなと思ってたんですけどあの ACL の退場はしません。しなかったですね、はい、で今回よりすぐに、はい、メンバーなんですけど、早速ちょっとまあ、こっちのチームから紹介させてもらうと、はいはい、カメラマン翔くん、はいはい、お父さんが、まあ、バウルさんっていうことで、はい、シアさんっていう、まあ、センターバックで、噂によると俊足で、はい、あの最速何秒でした？ 5.8 5.8 5.8、はい、でまあ、今もサッカーやってる 100m らしい、はい、100m5.8、 めっちゃかけるめっちゃプレッシャーかけるそれにもう現役です。うわ、こんにちは、田中パウロ純一です人見知れなんで、今までずっと黙ってましたじゃあ一番 YouTuber の髪色が髪色が一番 YouTuber の髪色してるわけわからんなってってで、今回リゼムはシゲと、はい、タカとリクということで、はい、お願いします。はい、お兄ちゃん、うん、次男って怪我してて、うん、来てますからもうラスト行かれてるんで、もう現役だったんで、うん、あ、そうだね、アメリカでずっとね、はい、サッカーやってたので、はい、このメンバーと3対3やります、はい、今回このーコートでやるんですけど、3対3ルールの方なんですが、3対3でキーパーなし、キーパーなし、はい、で、ゴール時には全員がこのハーフウェイラインから上がってないといけない、はいはい、トレーニングですよね、はい、よくありますね、トレーニングでよくありますこの前、佐藤優斗さんとかとやった、はい、あれのもっと大きいバージョンゴールはネット突き刺しです。あ、ゴロはダメです。ゴロダメです。だからあのゴールラインでちょっとワンバンして、はい、こうやってワンバンしてネットはダメです。あ、オッケーです。しっかり突き刺しで3人が上がってる、はい、でサイドネットも OK ですね。サイドネットも OK で、4分を2本、はい、2セットで終わりです。トレーニング、はい、トレーニングチャンネルです。トレーニングトレーニングチャンネル、そうです。企画じゃないです。もうサッカーやりたいので、サッカーを、はい、撮って YouTube という媒体に上げてる、上げてるそれ本当に余談なんですけど、はい、あのウィナーズのディレクターさんから、うん、この前休みだったんですよ、久々に、うん、何したんですか、那須さんと坂道走りましたって言ってました。だね、知ってますよ僕も。何をしてるんですか。いや、またちょっとね、新しい企画のタイプまた作ってる最中なんでスタッフ入れて走ってるから坂道じゃあ早速やっていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。2回目の自己紹介してもらっていいですか。どうも、こんにちは、田中です。パウロです。純一です。3人合わせてウィナーズです。前の作戦は確か那須さんのところがアイクって言ってたけど、那須さん、まあ、かなりコンディションいいからコートマジ広く使う。そうやな、ここマジで。確かに、でもう攻撃の時にやっぱガッと、ガッと、もうカウンター仕掛けた時に、あと声ね、声、あのシュート打つ時に後ろ余ってるかもしれんから、後ろの一番最高のやつはまだまだとか、得点して上がってなくてのロー得点が一番もったいないから、確かに一番もったいないから、もうとにかく後ろのやつは喋る、はい、オッケーオッケーが大事やな。あとコート広くと、那須さんのところ狙ってみる。那須さんのところ狙うとこ後半からやる。でも後半落ちるから、疲れてきた時、前半でボール回して疲れさせて、後半ガッと、ガッと、パウル君の左足だけほんまに持ってるから、パウル君の左足マジキュンキュンだから、それだけマジで OK。 それで攻撃時はまあだから逆三角形でいいよ。逆三角形、はい、それか三角形でパウルワントップの、うん、いいです、どっちかが上がる感じ。那須さんバックヘッド持ってますもんね。うまいから。あの後こけますね。一切つかめる。あの感覚残ってるんで。そんな顔まで見えてました。顔見えた。え、ショーはそうだ、ポジション言ってもらわないと。ポジションもディエンダーですね。ディエンダー。お父さんの意思を。気持ちだけで勝ちます。経歴で言うと、麻布高校。大学で、今は FC の三条で頑張っております。おっしゃ、ちょっと期待ですね。オッケー、行こう。いけるね。いけます。オッケー。
って。まあほぼ那須さんに任せですね。任せで僕は指示通り動くだけです。頑張ります。ボルドの練習も参加してますもんね。大丈夫大丈夫全然大丈夫隠せば大丈夫バレなかった前半いくつかもうチャンスありましたもんねいくさすマジやったわ疲れてる時にいい感じねマークの動きを出してほしちゃんとしていかんとよし後半行こう那須さんも1本得点いや惜しかったできんだよねいやでもチームなんであれね僕らがもっといい声かけしてたらもっと楽にシュート打てたからあれチームなんで横パスかっさられる横パスかっさられると思わんかったいやナイスブロックあの後だねあれナイスあれやったもう、はい、もう動かんから今やれやばいやばい
よう見てるな。ちょっときついなこれ。アリ君。そうそう。オッケーオッケー。あ、ちょっと。あ、ゴール入ろうか。立て立て切って。立て立て。立て立てでいいよ。やってもうた。マジか。くっそ。3対3で PK 戦やります。はい。で今回あの特殊なルールなんですけど、キーパーなし。でハーフェイからネット突き刺し。おお。これ緊張するね。ネット突き刺しで3人中何人決められるか。これ技術出るよ。よっしゃ。最悪や。めっちゃハードル上げてるやばい。はい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 。自信あるやつからいこう。やっぱプレッシャーかけるから先行って。あ、先行か。第1キッカー、これ逆にプレッシャーでしょ。よっしゃー、思ったより強く蹴った方がいいぞ。チームナス第1キッカー、ここで勢いつけます。土屋翔、ナスさんのために。はい、ね、いろんな高校回ってきてるからね。ナスさんと一緒に見てはいますから。そうだよ、お願いします。よーおーおいおいじゃこれはいいじゃん、これやったら外すね。はい、いい見本や。はい、ありがとう。いい見本ありがとう。元君技術系じゃない。いや、いきます。さっき日本に取られた。お前さっきめっちゃ見せた。見せたろ。やばいやばいやばい、マジで緊張しますよ。黒星見せとりますわ。見たことある、見たことある、見たことある。一発で当ててあるわ。あ、連じてる連じてる。あにゃ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 。これ昨日これ6歳の子供にめっちゃ無視された。いきます。うわぁ、まあまあまあ、クロスバー、クロスバー、クロスバー。よっしゃー、キャー、貢献。ネット、ネットなんでなバレるて。ラストキッカー。オッケーオッケーオッケー、いけるいけるいける、いいですか。はいよ。やばいやばいやばい。これ来た。よし、ナスさん来た。これやっぱ俺がいないとダメか。ナスさん左で行くんすか。左の方が力抜く。ええ、うわ、決めると思った。決める流れちゃうから頼むね。頼むんですか、チームで決めてください。もう外す絵はね、あの取れたんで、あのもうあとはもう、はい、頼んです。あとは決めるだけですね。決めてもらえれば全部の外し方行きましょう。出したんで。ファウル、ファウル、
いやもう決めちゃいましょう。いや、無理。ナスさん、これで終わろう。これで終わろう。いいでしょ。入った。うわミドルシューターの打ち方ですよ、今の。そうですよ、体をかぶせて。結果発表。さあ、なんとアンチリズム対決も何戦したんでしょう。なんと初勝利。よっしゃ、よっしゃ、ありがたい、ありがたいです。負けた気分はどうですか。いや、初めて、屈辱を味わいましたね。でもパウロ君ってアンチなんですか。アンチです。アンチです。今日運転ですか。運転ですよね。お疲れ様です。めっちゃ見てる。車来たんだけど多分見えたろうな。ということで、はい、3対3勝負終わりたいと思います。概要欄の方にパウロの YouTube チャンネル、リゼムの YouTube チャンネル、はい、ショータイムですね、はい、ショータイムやってますので皆さんぜひ応援の方よろしくお願いします。リクもチャンネルやってます。あ、リクもチャンネルやってますので、はい、概要欄の方に、貼っておりますのでぜひ応援の方よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでチームナスの勝利で終わりたいと思います。ありがとうございました。